とっとこハム太郎3ラブラブ大冒険で中やっていこうと思います。なんで今になってハム太郎、まあ、これね、昔俺が小学生の頃にね、妹がめっちゃものすごそうにやってるの見てて、あのもう奪った妹からでちょっとやってました。ただちゃんとプレイしたことないので、今回初めて、まあ、実質初めてのとっとこハム太郎ラブラブ大冒険でやっていきます。これマジで名作やからな、全ての記録を消していいですか。はい、これ中古なんで消しますね。今までの記録からいやいいよ別に、こっから新しい俺のな冒険をしていくわけや、プレイヤーの名前を決めるのだ。あ、パートナーの、あ、リボンちゃんとハム太郎がいるわけか。いやでもさすがに自分の名前ぐらい猛攻に変えたいよな。やっぱしっかりとさ感情移入していきたいから、ハム太郎に猛攻打と。はい、決定で、まあパートナーの名前は、まあ、リボンちゃんでもいいし、当時僕が恋してた女の子の名前でもいいけど、リボンちゃんでいきましょう。よし、よろしくね。メルヘンな雰囲気出てんなこれ。イエーチュヤーノン、イエーチュ。もうあの早速だけど恥ずかしになってきたわ。でもこの恥ずかしさが癖になってくんねん、だんだんとな。さあ、あ、なんだこれ。な、俺たちの、あ、俺たちの熱い愛情が叩き割れちゃった。え？これ誰やこのフォーク持ったやつ。あ、あ、僕と、あ、リボンちゃんの仲も悪くなっちゃった。あー、ひどい。なんてことすんねん。こいつはリア充に恨みでもあるやろうな。昔クラスでもう端っこの方で、うん、あのカップルほんまもうええかげんするとか思ってた、もうそういう陰キャや、お前は。ほら、俺らにも、矛先が。いやでも可愛いな、やっぱハム太郎今見てもな。昔アニメ見てたけど、俺友達に言えんかったわ。あの、ロコちゃんのさ、今日はいい日、一日だったね。明日はもっといい日になるよね。ハム太郎、へけっていうやつ。あれ見てんの俺友達には恥ずかしく言えんかったけど、全部見てました。はい。おい、モコ、ちょっと頼み事があるんだけど。何何、こいつ何やったっけ、こいつ何やったっけ、こいつ野良ハムやった確か。なんかハム太郎の世界観って、どのキャラもみんな飼い主がおんねんけど、この工事現場の帽子かぶったやつは野良ハムやった気がする。どうしたんだよ、モコ。ひどい顔してるぜ。え、悪い夢見た？悪魔の格好したハムに追いかけられたっつってて、あ、そりゃ、妙な夢だな。うん、怖かった。だって、いや、悪い悪い。でも意外とマサミだったりしてんな。めちゃくちゃなんか意味深なこと言うね。ところで頼みたいことがあるんだ。とりあえず下で話そうぜ。下ってなんや、おい。何これ。ハムスターのことでベッドねえんだ、お前。お前、俺は社会人1年前だね、地べたにお前布団引いて寝てたよ。お前ハムスターがベッドに寝るなんて生意気や。まあ、可愛いかよ。何こいつ。おった。なあ、この小動物の お尻がすごい好きやねんけど、わかる？ハムスターとかリスとかなんかハリネズミとかチンチラとかのウサギとかのこのプリッとしたケツ俺好きやねん。あー、大事な辞書がズブレだな。辞書とはなんだ、覚えたハム語。あ、ハム語が消えちまった。学士ハム語ってなんや。まあやっちまったもんはしょうがねえな。こうなったら一から覚えるしかねえ。実はリボンちゃんを呼んできてもらうと思ってたんだけど、その前にハム語の基本だけでもおさらいしねえとな。よし、ハム語喋る必要ある？こいつらボロックソに日本語喋ってるで。ハム語ってな、どういう概念一体。そしてあのなんか靴下に寝てるやつ何やね。すごい気になる。まずは基本中の基本、ハムハー。ハムハーって何でしたっけ。よっしゃ、じゃあ次だな。ハムハーっての挨拶かな。人間で言えばこんにちはみたいな言葉ですか。アタッチュってのは、アタッチュって何。アタック。そうそう、こんな風になんか落ちてくることがあるもんな。あ、アタッチュするとひまわりの種が手に入るの。くんかくんか、くんかくんか、わかる、匂い嗅ぐんや。あ、大将くんに思い出した。大将はひまわりの種を10個手に入れた。ひまわりの種、やっぱりいむるよハム太郎。なんか中国に遊びに行った時に、なんかひまわりの種みたいなお土産買ってきてんけど、なんか中国にひまわりの種みたいなお菓子あるよな。お菓子いうか、おつまみいうか。
そうそう、匂いで安全を確認して拾うんだよな。そんじゃ次。なんだなんだ一体。何これ、穴みたいな。モグチュ。あ、大将はひまわりの種をもうすげえ、もう 20個も手に入れてもうたやん。モグチュ。モグチュは、これは潜って、え、ラブポット。ラブポットって何、ラブポット何入れんの、なんかわけわかんないもんできたな。まあ、いろいろこんな感じで出てくるから、こういう場所では、モグチュだよな。これで基本は OK だな。まあ、じゃあ、この、掘れそうな場所見つけたら、モグチュを使えばいいわけか。なるほど。じゃあ、まあ、基本の4原則覚えたところで。さあ、早速、リボンちゃんのとこ行くか。あいつなんやねん、マジで、寝てるの。とりあえず、基本の4つさえ、覚えればなんとなる。他にも、消えなかったハムゴもある。よし、これでリボンちゃんを呼んでこられるな。え、俺様、実はさ、まだこの、新地下ハウスが完成してねえから、離れられねえ。ハムゴだって覚えてきて、欲しい、しな、悪いけど頼むな、モコ。じゃあ、行くか。新地下ハウスっていうの、ここ。とっとこ山。あ、え、とっとこ山にしか行けないんで、とっとこ山ですかね、今から行くのは。とっとこ山に、リボンちゃん、リボンちゃんも野生のハムスターなんか。なんかね、普通、なんか、ロコちゃんとかの家におるらおるはずやのに。あ、なんか始まった。あ、リボンちゃんいて、うわ、かわいい。あの白いハムスターがリボンちゃんって言って、いきなりからなんか襲われてる。助けに行かんと。リボンちゃんが危ないぞ。その前にまずは、これはクンかクンかすれば手に入るの？クンかクンか、クンかクンか、へけ。あ、5個、15個や。よーし。そして、こっちとかでなんかいけんのかな？あれ、なんか違うハムスターいる。誰やお前。ハムハー？これで挨拶するのかな？あ、返してくれた。ハムハー、久しぶりって、君誰？ふーん、モコウくんか、これからよろしく。興味持たれてない、だ。あ、あれ？なんか、今だったよ、これ。孵化してくる、罠ちゃうのこれ。人間の罠やろ、これ。これを、だから、こう、ここにハムスターがおるってバレたら、あ、でもなんか、減ってるな。3個手に入れた。なるほど。じゃあまあ、進みやすか。リモンちゃんが心配しな。え、なんか動いてる、草むらや。なんかポケモンみたいになんかエンカウントするのかな。アタッチュしてみるか。アタッチじゃないんだ。じゃあなんだろう。ツッツン。ツッツンって何これ。ツッツン。あ、出てきた。あ、これ何だっけ、コウシ君じゃない、コウシ君。テレラン。テレランってなんだ。あ、なんか辞書に登録された。テレランでもハム語。テレランは恥ずかしい。ガリッチョ、ひっかく、つっつん、つっつく、キョロリン、見る。あ、ちゃんと意味が書いてるわ。どうするみんな、俺がこのハム太郎の実況慣れすぎて、もう次の実況動画からもう全部ハム語で喋ってたら。はぁ、あ、日本忘れてまうかもしれん。これやってたら。あ、じゃあ、リモンちゃん心配行こう。あ、リモンちゃん泣いてる。その前に、じゃあ、クンカクンカで、ひまわりの種もらおうか。よーし、ゲットしたぜ。5個手に入れた。ちょっとリモンちゃん泣かないで。リモンちゃん、どうした？アタッチュ。あ、意味がねえわ。多分これ反対側から回んのかな。なんかこういう RPG 要素もしっかりあるんや。そしたら先を急ぎまして、あ、わかった。この上？ん？違うな。ちょっとなんか仲間に助けてもらう？ハムハ。上に行きたいんだけど、どうしたらいい？ハムちゃん、モコくん。モコくんってだけ。こんにちはとか一切なし。え？どうしたらいいの？あ、この上か。あ、なんだ。なんかすねてる。ハテナってある？聞いてみるか。まだ覚えてないので使えない。あ、え？ハムハしてみる。ハムハ。え？あ、一応返してくれた。って、挨拶してる場合じゃないのよ。私たちは今、あのひまわりから一気に種をいただく方法を考えてるよ。え？いちいち何回もアタッチするなんて、おバカのすることですもんね。ねえ、あ、そっか、ひまわりの種やから、このひまわりをつっつけば、このひまわりすごい元気がないねんけど。アタッチしてみるか。あ、種落ちてきた。で、これクンカクンカして、種ゲットや。で、ただ、あのあれや。ひまわりの種これ、何使うやろ。使い道がいまいちわかんないよな。
うーん、そしたら、え、でもこっちひまわりの種の牧場やろ。え、じゃあ、ど、あの、このリボンちゃんは、リボンちゃんはこれどうやったら助けられんの、これ。この崖から右に行くにはどうしたらいいんだ、一体。一回大将君のとこ戻ってみるか。あ、なんか郵便屋さんがいる。何こいつ。ハムハー。こんにちは。ハムハー。でっち、ハムハーでっち。お届け物があれば手から手へ、真心込めてお届けするでっち。へぇー。この郵便局屋さんとかはちゃんと、お仕事としてやってるんですかね。なんかちゃんとハムスターにもこの人間社会みたいなのが根付いてるんやな。ちょっと、大将君助けて。なんかリボンちゃんがなんか、あれやねん、ピンチやねん。どうだよ、リボンちゃんは。見つかったか。山に行くって言ってたんだけどな。へけ？へけじゃなくてちゃんと状況説明しろ、はよ。リボンちゃんの状況は？これちょっと助けてもらわないまずいんちゃうの？お前何やねん、マジで。こいつ気になるよ、これ。ずっと寝て。ハムハ。スカピー。え、寝てる。うわー。ハムファン。何かよ、むにゃ。薬やってるわ、おい。こいつ薬やってる。え？スカピー、寝るという意味だし。覚えたハム語、86分の12。ってことは、まだ8倍ぐらいのハム語が、俺が、あれか、分かってないわけか。とっとこ山に。何？そういえば、リボンちゃんどこにいるんだろうね。モコ君早く見つけてきてよ、むにゃ。え？こいつでも意外と知識があるってことか。じゃあ、とっとこ山とか、そういう、なんかフィールドの情報を教えてくれるみたいな感じ？ちょっと、あのさ、リボンちゃんほんまにどうしよう。このままやとなんか、餓死してまう。せめて、ね、なんか、あ？こっちって行ける？行けないよな。あ、よう見たらなんかこっち行けるわ。こっちや。で？うわぁ、なんかもうものすごい量の涙を流してるやつがいる。あ、ハートが、なんか、あれか、悪魔みたいなやつでハートをさられたやつか。ハムハ。ハムハです。うおーん、聞いてください。僕、ジャジャハモちゃんに嫌われちゃったんです。お話ししたら突然怒り出してどっか行っちゃったんです。僕、何が何だか分からなくて。うおーん、このキャラなんかおらった、べそ級です。悲しいって意味ですかね、べそ級。さあ、べそ級もじゃあこれ辞書に登録しよっか。悲しいでした。覚えたハム語13個に増えたぞ。へぇ、べそ級って言うんや。俺も、あれや、べそ級やわ。なんか、そしたら、なにこのクマみたいな顔したやつ。へけ、どこからかハムスターの声が聞こえる。やほーい。え、なになに、やほーい。こっちだ、こっち。どっから喋りかけてんの、あいつ。あ、これか。なんかぷよぷよに出てくる、ここにいるみたい。わかるやつ、多分、100人に1人ぐらいは。やっと気がついたな、ヤホホーイ。していたのは俺だ。じゃ、このヤホホーイも、あれかな、ハム語だから、やっぱり、遠くのやつを呼ぶみたいな。あ、呼ぶだ、やっぱり。ね、この、普通の挨拶は、ハムハーやけど、遠くの、おーい、こっちこっちって言うときは、ヤホホーイって言えばいいんかな。ハム語じゃなくてもギリ通用しそうやけどな、ヤホホーイは。はい。じゃあまたー。なるほど。じゃあちょっと、なんかおるでまた。あ、あ、つんすればいいかな。リボンちゃんが心配やねんけど、ほんまに。ハムスター以外出てきた。ねえ。てっきりハムスターしかおらん世界なんかと思ったら、ちゃんとハムスター以外の生き物おったわ。あ、モグチ出てくるやつある。ちょっと待って、これ何？くんかくんか。なんか服みたいなのが干してあるな。服干してるな。アタッチしてみるか。あ、なんもない。ストップ、何？何？え？ちょっとあなた、ご自分が何をしているのかお分かり？ちょっとなんか怒らしちゃったか。ハンカチよ、ハンカチ。私のハンカチにノルルーン。ノルルーンしてる。普通に乗るでええやんじゃん、もう。乗るやろ。乗るでええやろ。乗るるんって何や、乗るるんって。乗るるんって言うんや。ちょっとじゃあお前も、俺、じゃあ、ごめんなさい。じゃあ僕の背中に乗るるん？ちょっといつまで踏んでんの？わ、すごいなんかクロス落としみたいにシュッとやられた。全く失礼しちゃうわ。ふん。ごめんなさい。これが俺が悪いね。謝ろう。
ちょっと待って、まずはここでモグチョしてみるか。モグチョしてみるね。おい、あ、なんか H&M みたいな、なんか服屋さんかなこれ。カムハーか。あ、わかった、もしかして今のタレスさんか。いらっしゃいまち、ブティック H&M ようこそ。お客様はあと30着以上も買い物中。ちょっと待って、衣装変えるらしいぞ。何これ、ちょっと待って、まだ分かります。角変えるらしいんだけど値段、いやこれちょっと一旦いらん。値段しかも10円するわ。ここ来るのちょっとまだ早かったな。しかもなんかせっかくのハムスターが角つけたらなんかね、嫌やん。なんか新聞紙になってる。え、ちょっとこれ新聞、ちょっと待って、またあなたご自分何をしてるのか分かりませんの。お前がこんなの置いてるからやんな。あ、これ新聞やった、ほんまに。今度私の新聞にノルルンしてるんでちゅう。もう返してちょうだい。こいつクロス落としのプロかもしれん。なんかそのうちこうなんかもういっぱいシャンパンタワーみたいなの置いて、それで やってみてほしいわ。シュッて。さあちょっとリボンちゃん助けに行こうよ。え、なにこれ。え、どんぐりおる、どんぐりが。くん、くん、ハム走るのか。やってくれるかな。え、え、あ、え、これハムスター。ん、し、静かにしてほしいんだな。僕はどんぐり集めで忙しいんだな。へえ、悪かったん邪魔して。じゃあこいつをツッツンしてみようか。これハムスターやろさすがに。だから、どうするさんがそのうちなら普通にゴキブリとか出てきたらもう嫌やで俺。え、なんだこいつ。ちょっと待って、あのなんかあの虹色の羽根をしてるな。伝説ポケモンの手がかりになるであろう虹色の羽根をしてんねんけど、これ何やこれ。キョロリン、は、キョロリン。え、なんかでっかい鳥の影が今映ったな。キョロリンもう一回してみる。あの、じゃあ鳥が落としたってことかにしても、なんかでかす、いや違うわ、ハムスターや、ハムスターやから。いや、でもハムスターと比較してもでかいぞこの羽。何やこれ。ハムハ、これ誰。アンちゃん、アンちゃんって。おかわりアンちゃん、僕ちにすごく待ってた。アンちゃん、なんかやからのなんか呼び方みたいで嫌やな。アンちゃんじゃない、誰だお前。僕ちはアンちゃんがなってるの待ってるんだ。だからいざもには用がないんだぞ。おい、アンちゃん、アン、あ、ちょっと待って、これはもしかしたら方角的にはリボンちゃんの、あ、あ、ちょっと待って、なんかいる、なんかハムスターいる、ハムスターいるで、あそこに。大丈夫、これ何これ。くんかくんか、これ花びれなかなんかねかな、それかあいつの毛か。ものすごくなんか脱毛しちゃったみたいな。こっち行ってみるか、まず。そんでから下の下行ってみる。さあ、もぐちょしてみ、あー、ちょっと待って。とんでもない罠やった。よし、じゃあ下に行ってみようか。なんか、そろそろリボンちゃんと出会えそうだけど、あ、変な船ある。ちょっと左、あ、あれ、なんか、リボンちゃんはあれ、リボンちゃんじゃない。え、どこ、お前誰やマジで。リボンちゃんどこ行った。あー、はい、ハム、は、なんかダウナー系やな、やけにな、お前。今忙しいんだけど。なんかでも困ってるんか、ちょっと助けたるだよ、キョロリン。困ってそうやけどな。そうなんだよ、弟がなく、あ、弟がなくし物しちゃってさ、探してたところ、白鳥のさ、え、そうじゃなくてリボンをつけた女の子を探してるって。そう、そういえば、岩の向こうから女の子の泣き声が聞こえたするんだけど、もしかしたら、でもあの岩じゃたとえ、カシカシしても壊そう。カシカシ。カシカシっていうのはハム語やな。よし、覚えるぞ。カシコシ。かじることをカシカシって言うんや。じゃあ、そっか、じゃあ、ここ、助け、いや、別の道を見つけた方がいい。よし。じゃあ、でも、あいつの弟もなんかちょっと助けたらんとなっていう気はするけど、じゃあ、まずは俺はこれ自分のね、やっぱ、愛するリボンちゃんの元に行きたいぞ。あ、これをカシカシして、紐ちぎるんじゃん。うおー、すげえ。大丈夫かな、これ。溺れへんか、流されていってもった。あ、でも多分これでいけるんや。なんでそんな顔してんの、ハム太郎。こっちや、いけ。あ、リボンちゃーん、あれれれれ、あれー。
すぎちゃったあらどうしよう、どなしたらいいんだこれは。ちょっと助けてくれハムハ。ところであそこのブート運転したいと思わない？え、思う、めっちゃ思うねんけど。いえっちゅうでしょ。でも動かないんだよね。僕が思うにボートのくぼみに何かをポチッとすればいいんじゃないかな。何かをポチッとする、ごめん、ポチッとってハム語に変える必要ある？ハム語ですらない。人間の言葉やポチッとは何でもハム語に変化したからな、お前ら。取り付けることをポチッと。ん？何をポチッとすれば、乾電池が、あ、電池式なんや、普通に。ちょっと待って、これ電池やった。おい。おい、これ電池や。なんか、しかも上に変な、俺、ここ電池や、これ。これ電池やの、これ。ちょ、ポチッとしてみよう、これ。あ、違う。これ乾電池や。どう見ても。どうする？取り外したい。どうやるんだ？どうやるんこれ？取り外し方がわからん。乾電池がかかったらどうやら取り外せそうだ。え、ちょっと待って。取り外し方がわからんね。お、なにこれ？これは、これなにこれ？またあなた？これ、こいつなんかさっきから新聞紙とかなんかハンカチとか押してるけど、この紐は？紐はどうなん？これ、この紐は、お前のもんなの？この紐使う、うわははは、ベーゴマみたいになっちゃった、ベーゴマみたいに。ねえ。あらー、かわいいな、ハム太郎な。あー、わ、こんなに汚れちゃって。もう、これあなたに差し上げます。え？いいのか？もしかしたらこれがヒントなんじゃないのか、皮紐。こいつ意外とツンデレなんちゃう？ふん？いや、誰も隙間あったもんじゃないわ。ふん？とか言いながらね、皮紐くれたから。もしかするとこの皮紐を使ってなんかお使いというか、こいつに何かしてあげるみたいな。いや、こいつじゃないと思う。鳥がどうのこうの言ってたよな。これか、あいつなんか助けてやるとか。紐使ってキョロにしてみる。何か多分鳥側になってると思うんだよ、この紐が。ん？紐に葉っぱの上にジャジャハムちゃんがいる。ジャジャウマちゃん？ちょっとじゃあアタッチしてみるか。あー、ダメか。じゃあハムハーはどう？ジャジャハムちゃん、ハムハー。あ、聞こえてないのか。え、じゃあこの皮紐を使ってボートのなんか手がかりを掴みたいなと思うんだけど、もしくはこいつに何かハムハー言ってみるか。弟助けてあげるとなんかうんじゃな。はあ、じゃあのこの困ってる人、俺は見捨てておけないよ。ねえ、どうすりゃいいんだ。じゃあ俺ちょっともう一回踏むわ。こいつなら手がかりが何か掴めるかもしれない。ほら、もうなんかもうこいつが置いてるもん全部踏んだんねん。もうハンカチはでも最初に踏んだよな。ハンカチもじゃあ汚れちゃったからってくれへんかな。ハンカチもクソ汚れたからもうくれ。あ、変えちゃった、ダメだ。え、どうすればいいんだ一体。じゃあこの紐を何かに使う。こいつに使ってあげるとか、ヤホホイってしてる。こいつに紐を使ってあげて助けてあげるみたいな。何がそんな嬉しいね、ハム太郎。どんぐりは好きか。それ、どんぐり集めてるやつおったよな。その辺の木に、その、あれ、アタッチしたりしても見つかるらしいぞ。へぇー。今回はそんだけだ。何？その辺の木にアタッチするとどんぐりが手に入る。え、じゃあこれにアタッチはどうだ。あ、どんぐり落ちてきた。でさ、このどんぐりを、あの、どんぐり探してるやつにあげるととか、そしたらなんかくれるんじゃん。どんぐりを一個手に入れた。教えてあげよう。おい。どんぐりあるぞ、どんぐりが。どんぐりくん。静かにして、欲しいんだよ。あか、聞く耳もだへん。くんかくんかしてやるかじゃん。おい。僕のことどんぐりと間違えたのかな。まあ無理もないんだよな。なんたって僕のどんぐり帽子は本物のどんぐりから作った特別。へえ、そうだ、どんぐりは持ってないかな。あ、今まで誰と交換。え、じゃああれね、どんぐり1個に対して暇になるね、100個ね。いいよね。
俺はだってどんぐりの種持ってもしゃあないから、ただお前にやるけど代わりにひまりちゃんに100個よこせ、100個。おい、いやでも20、そこそこくれたそこそこくれるやんけ、どんぐりかって。もうそのまんまやったわ。へえ、忘れちゃったんだな。この山のどんぐりは とても美味しいから、また拾ったら交換してほしいんだな。なるほど、じゃあこの国ではやっぱりどんぐりよりもひまわりの種の方が価値は低いわけだ。つまりどんぐりをいっぱい集めておけば、あいつによってひまわりの種といっぱい交換してくれるんだな。したらじゃあこのなんか拾った紐をなんかに使ってみるか、それともあれヤホホイってしてみる。これどうする。え、ハムスターやった。いや僕はカメハム、ハムスターの苦手な水だってへっちゃら。これすごいな、ハムスターで水にもう沈んだらもう死ぬで普通に。え、泳いできた、すげえ。ちょっとやってほしいことがあるんだ。何、甲羅に何か変なものがくっついちゃったんだ。おふるんってのは取り除くって意味かな。おふるん、それか洗う、外す、おふる。なんかでもギャルとかが言いそうやけどな。ちょっとこの、なんかあの、ブラジャーのホックを振ってよ、みたいな。ギャル語みたい。あ、じゃあ、お振ってあげるか。お前、カメかハムスターどっちや？おい。何がついてたのかな？あ、なんだこれ。おまる？そういえば君、どこ来んでしょう？僕は最近地下ハウスで写真館を開いた。大将から君のことは聞いた。これからもよろしくね。それじゃあ僕は地下ハウスに戻るよ。じゃあね。何者やったんや、こいつ。え？で、これはどうしたらいいの？あ、なるほど、これもお風呂すりゃいいのか。そういうことか。あー、なるほど、なるほど。おもろいな、このゲーム。そしたら、今度はこの、ポチッとすればいいんじゃないのか。おい、ポチッとだ、これ乾電池をここに。うわー、はまった。したらこれを、うわ、動かせた。あー、リボンちゃん会えた。もう帰れないかと思ったんでちまや。ここで探し物をしてたらいきなりどっかりな岩が落ちてきたんでしょ。どっかりがっつりみたいな、なんかもう豪快な、考えないことにするでちは。どっかり襲われました、リボンちゃんから。どっかり、なんか俺も普通に使っておこうかな。どっかり、大きい。よーし、じゃあ、お前のおっぱいどっかりやな、つって。これから、向こう君と一緒に、お、よかった、じゃあ来てくれるか。うわ、パートナーになった、リボンちゃんが。やったぜ、みんな。やりましたよ。ところで何か用意できたの？え、大将くんが呼んでる？でも、まだか、え、なんで帰れへんの？実は、孔子くんがジャジャハムちゃんに切られたと思い込んで、とっても落ち込んで待ちの訳を聞こうと、ジャジャハムちゃんにもお話をしようにも、高いところにいて、話せないんげちゅの、げちゅは？もこくんがいれば、あれで話せますよ。戻る前に何とかしてあげてほしいじゃん。よし、オッケー。じゃあ何とかしてあげよう。また次回、ハム太郎3でした。